日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いします。一つ吉田に、もうやっぱり今もね、うん、こう若林です、あの言ってかすみっていう、急、うん、出るけどやっぱ手震えてたね、やっぱり中村がやっぱりそう、うん、新しいディレクターですから、うん、うん、中村手が震えるほどのことはないじゃない。まあでも憧れの番組だから。憧れなの？うん、そのオードリーのオールナイトニッポンやりたくて、うん、まあこの世界入ってきたわけだから、中村ももう手が震えちゃって、それだったら分かるわ手が震えるっていうね、うん、おーよかった、上がってきたなここまでよく駆け上がってきたな、うん、いらっしゃいいらっしゃい。前は何の番組やってたの中村は、ここ今まで。うんうんうん、ああミューコ、上がってきたな、上がってきたな、ミューコミで調整して、うん、ようやくオードリー三段飛ばしてくらいは上がってきたなだとしたらヨヒをね、うん、あのスタッフとして転がせたら誰でも転がせるから、そうだね、一番難しい、転がりにくいんだから、うん、若手ディレクターの登竜門だってね良き転がせたらね、うん、その番組でいけるって、うん、あそこいろんな方面にこうね昼行ったり深夜行ったりいろいろ今ちょっと振ったらでも声も震えちゃってしょうがないですから、見込みですけどそんなだったかなあ、まあね、今日からね、うん、今回から今日からってことですね、新しいディレクターちゃんよ。先週はしおりちゃんが、うん、オールナイトニッポンゼロ我々の後、うん、あの挨拶聞いた、うん、しおりちゃんの最初の挨拶最初ね、うん、聞いてたよ。リトルトゥース佐藤ですって言ってたけど、その、うん、リトルトゥースっていうコンビのね、佐藤というやつが若い女の子のねやるっていうことになっちゃったかもしれないけど、ね、オープニングでね我々のこといろいろ話してもらっちゃって、ありがたい。ちょっとごめん、あのストーンズが、うん、ストーンズってかっていうか田中君と、うん、ジェシーが、あの下り知ってる、なんか何がコーチ君にタオルあげたから、うん、田中君もっていう、ああそれでプレゼントありがとうございました、うん、さっき言ってたんだ、そうそう、そう、それで、うん、あの面白いなかなと思って、うん、コーチ君よりいいやつをプレゼントして、うん、コーチ君が大事にしてくれてるって言うから、うん、でもジェシーにはあげないからな、聞いてない、ジェシーだけ聞いてないんだからOK ですじゃねえよ、うんうん、一向に聞きますとは言わねえな普通言うんだよ僕も聞きますみたいな、これから聞かないっすみたいなこと言わない、ヒャ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 ってちょっとはじゃないんだよ、うん、じゃあいいよ別に聞かなくて、ゼロか100なんだよ聞くか聞かないかなんだよ、そうだよねうん、わざわざね番組終わりでね、申し訳ない、うん、ありがとう、お疲れ様でした、うん、ありがとうございます。あのやっぱりあの田中君は毎週、うん、あの、うん、MC としているから、うん、やっぱコーチ君よりいいやつをプレゼントしなきゃと思って、うんうん、そ, そうだね、うん、コーチ君はたまにだからねこんな言い方しちゃいけないからなんですかみたいに言われちゃうかもしれないけど、うん、うん、でなんかしおりちゃんがやってて、うん、いやだから、あなんか、うん、ああいうこう聞けば聞くほど心が洗われていくみたいなラジオもあるんだな、ね、やっぱり深夜3時とは思えないよう な, うん、なんか爽やかさというか初々しさというかな、聞いてなんかいろいろ聞いて、でもなんか、うん、よくないこともなんか言ってたよ、よくないっていうかどうなのかって、だから春日のね話とかもしてたからね、そうよ、私のなんか話のない中で、あの何や、ね、自分磨き9回で自分磨きした話が良かったですみたいなことを、なんか妄想の話かな、はいはいはい、たまたまどっかで店かなんかで会った男の人と、うん、私の自分磨きの話が良かったって話で盛り上がってみたいな言ってたね、あー、VR の話が好きとか良くないよあれは、ね、VR の話が好きはよく止めないよね、あの周りも、そうだね、しおりちゃんの、うん、事務所が悪いな、だからなあんなこと言わせたことじゃないと思うけど、あの、うん、覚えてるもん、ヒルナンデスで VR の話、うんうん、覚えてる覚えてる、した次の週、あれ VR 本当ですかみたいな話しててね、うん、しなさいっつって言って、あ、うん、もうまずそもそもね、お昼のまだ お客さんがいるしね、はい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 、うん、お客さんもいるし、まあ、何より南原さんがさ、あ、私しおりくん南原さんだったかな、うん、南原さん聞かれたらしたらね、そうだよな、うん、またことだなと思ったからね、うんうん、若い娘が興味を持っていい話じゃないから、そもそも確かにな、うん、VR をね、その個室ビデオで
初めて見て最高だったなって話は。でもなんか、あれだよな、うん、人生ってさ、うん、いや、驚愕で、思春期の時に、クラスに佐藤しおりがいるかいないかで、だいぶ Y 字路分かれるだろうな。まあ、そうだろうね。佐藤しおりっていないんだろうな、クラスに。うん。何言ってんの、VR って、みたいな。うん。うん、でも、VR の話をなんかこう、笑うの我慢しながらも、みたいなさ、うん、うん、ことでしょ多分。いや、そういうことだよね。うん、想像でしかないけど。そうだね。ああ、そうですね、うん。まあ、それであの、あれだね、俺先週、ほら、親知らずだったからさ、うん、あ抜いたばっかだったからさ、うん、あれだけどさ、いや、春日って、やっぱ、計算高いなって思ったっていう話なんだけど。え、何がよ。おできイボ撮った話してたじゃない、何週間前に。はいはい。で、抜歯した後に話しただろ？抜歯した後に話した。うん、話した。いや、やっぱなんか大人だな、お前な。何がよ。抜歯する前に、うん、ラジオで喋っちゃダメだな。そんなことはないでしょうよ。私もすみません、計算も何もないよ。抜歯する前に話しちゃうと、抜歯しに行った時に言われるな、うん、ラジオのこと。やっぱり。ああ、なるへそ、そういうことね。超人気番組だから、やっぱね、歯科助手の一人は聞いてるわ。そらそうでしょうよ。歯科助手、歯医者に歯科助手一人はいる、リトルトゥースが。うん。そういった意味ではいるよ。まあ、いるだろうね。うん。うん。そりゃ、一人ぐらいはいるよ。なんか言われたっていうこと？うん、そうそうそう。なんか、まあだから、聞きましたよ。うん。歯科助手の子が喋ってたって言ってたからっていう話で、うん、っていうのがやっぱあったから、そうだが、抜歯されるときに、うわー、だから、まあ、正直ね、うん。あそこまで痛かったかなっていう部分はあるよ。自分のトークの内容からすると、あそこまで痛かったけど、俺は痛がりだし怖がりだから、だってでも、自分で改めてよ、自分でよ、うん、ラジオのこの、自分で聞いたら、うんうん、やっぱ、すごい、手応えがあった、トークゾーンに手応えがあった日は、うん、マシンガンズ聞かずすぐ帰りの車で俺聞いてるから、もうタイムフリーで。自分らの放送？手応えがあったよ、うん。手応えがなかった日はマシンガンズ聞くんだけど。うん。まあ、先週はね、しおりちゃんのライブがあった後だけど、いや、だから、あそこまで痛かったかなって言われると、いや、本当にもう10日交換です。10日です。痛かったっていうのとって、うん、言えるかなっていうとこあったよ、正直。まあまあ、お話だからね。まあ、それ春日のイボもしかりね。いやいやいや、私はもうそのままドキュメンタリーで話したよ。いや、20% は足してるんじゃない怖さ、怖がり方も。まあ。だから本当にね。うん。で、20% 足してない人がいないんだから、ラジオって。まあそうだね。それもジェシーだって足してるし、うん、田中君だって足してんだから、20% は。そうだね、うん。足すのがラジオだからね。20% 足すってことがラジオだからね。ラジオだからね。うん、それもそうなってくるよ。うん、だから私もね、うん、話した後病院に行くことは なかったから、うん、よかったけど、うん、行ってたと思うとゾッとするよね。いや、大人だわ。トークの抜歯がね、済んでから。感知してからね。そう、塞いで買ってから行くから、うん、そうやっぱ傷塞ぐ前に。抜歯前にね、抜歯前に話しちゃダメと。で、わけわかんないことを言うね、うん、自分でも。なんか、うん、そんなに痛かったですかって聞かれたら。うんうん、違うんですよって言ってたからね。なんだその入り。違うんですよの意味が分かんないなと思って自分でも。まああんま痛いで言ったら言うとね、そのお医者さんに悪いっていうのも。そうそうそう。ね、なんかね。あんまよろしくなかったって思われるのもね。だから、学んだね。学ぶね。やっぱ何年やっても、抜歯前に喋っちゃダメっていうのは、初めてラジオのルールで。俺、セブンルールの一番最初目に来るかもね。ルール1で。抜歯前にトークしちゃダメっていう。あ、そう。押さえとくポイントだ、絶対。そう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 、うん、ということで。まあ、それはなるほどね。うん、なってね。確かにね、うん。で、まあ、あとは、あれか、金スマがね、ありがたい話ですよね、うん、本当に。そうね、またやっていただいて、うん、昨日か昨日ですよね、うん。反響はありました、うん、
反響は今のところはまだ、うん、ないけど、まあ、見たんですよ。うんうん、私もね、その、拝見したんだけど、リアルタイムで。うん、それがさ、うん、久美さんの実家でね、うん、ちょうどだから、なんつうの、その、まあ、いい時間帯じゃない。まあね。テレビ見ながら。そうそうそう、そう、うん。で、そのことすっかり忘れててさ。うん。金スマのこと。そうそうそう。うん、まあ、お前って収録した番組のことすっかり忘れるもんな。いや、そういうことじゃないよ。うん。すぐオンエアしたら覚えてただろうけどね。いや、結構早いよ。結構すぐだよ、金スマ。いや、第1弾がちょっと空いたっていうのもあるしね。うん、はいはいはい。あ、でももちろん覚えてたんだけど、すっかりもうその前にもう野球も始まってたからさ、うん、野球で興奮しちゃっててさ。うん、ああ、6月19日開幕ね。そうそうそう、うん、開幕でね、ライオンズも勝ちましたしね、うん、興奮して、そっから、うん、久美さんの実家に行ったのよ。うんうんうん、したらちょうどやっててさ、うん、今で、うん。で、前も言ったけどね、その久美さんの実家で飯を食うから、うん、今ね、夕飯を、うん。で、普通に行ったらもう見てんのよ、家族で、向こうの。はいはいはい。ご両親と、久美さんと、うんうん。で、変えるのも違うじゃん。いや、チャンネル権はないから。でも、でも普通に喋ってるけどさ、うん、すごいよな。奥さんの実家でご飯食べんだろ、うん、夜ご飯。で、自分で食べるんじゃないんだね、それは。うん、ほら、うん、子供をさ、はいはい、実家の方でさ、そうそう育ってるからさ、ね、あれだけどさ、うんうん、自分じゃ、で、飯だけ食いに行くんだ、実家に。まあ飯だけ、飯の時ぐらいに行って、あまあしばらくいるけどね。でもいいよな、俺だから国際結婚だからそれはないからさ。うん、いつ国際結婚なんだよ。いつだよ。羨ましいよ、本当に。行けないからね。行けないからよ。ウクライナに行けないからね。そうそう。ウクライナだから向こうの実家さ。気軽に行けないよ、ね。いや、ボルシー食べに行けないよ、やっぱり。ボルシチじゃねえか、ウクライナは別に。ボルシチがロシアだな。いや、それで、行って、ちょうどだからね、うん、シチュー食べながらさ、うんうん、金スマが流れてるのずっとさ、うんで、すぐ食べてさ、うん、その部屋にね、うん、行くわけにいかないじゃん、クミさんの部屋、うんうん、しばらくだから結局フルで見ちゃってさ、うんうん、で、やっぱり昔のさ、ネタの映像とかさ、うんあれさ、マジでやめてくれよ。あの、事務所にさ、俺忍び込んで夜、うん、もう焼き捨てようかな、昔の DVD 全部。俺恥ずかしいよ。俺の今のキャラでね、うん、やってる俺がだよ、うんうん。金髪のカツラかぶってさ、タンクトップ着て、うん、あ焼き捨てる事務所に入り込んで、あの素材。いや、そうだね。うん。恥ずかしか、たすきかけてたりとかさ。うん。散々見られてさ、ご両親にさ。はいはい。くすりとも笑ってなかったけど。いや、そら笑わねえだろ、そら。うん。あ、こんなことやってたんだ、とかもなく、淡々と見られてさ。はいはいはい。じーっと。じーっと。うん。ちょっと気まずかったけどね。やっぱ知らないのかな、久美さんの、うん、両親は。さあ、知らないって、知らないと思うよ。ああ。で、俺の奥さんも結構知らないからね。ああ。まあ、そうでしょう。そうでしょう。うん。うん。よっぽどだから我々のことずっとね、うん、追ってくれてる人じゃないと知らないよ。まあ、そうだよな。うん。知らないです、コンビ名が違う。知らないよ。知らないよな。うん。でもあれ、でも V 凝ってくれてたよね。だって俺、どっかで喋ったのかなって思うぐらい、昔のあの風呂なしのさ、アパートのさ、うん、になんかアメフトのヘルメット置いてあったりさ、うん、再現部位で。うわぁ、すごいよく、なんか調べていただいたなみたいな。いや、そうだよね。なんかあのなんか空気感も似てたもんね、中高の感じと。なんかみんなでベランダいて、うん、これ誰か行けるこれみたいな感じとかさ、うんうん、すごいよなぁ。いやぁ、うん、よくね。思い出したわ。調べて。うん、作ってれば、だから谷口の話とかさ。うん、谷口の話なんかあったっけ？じゃあ、聞いた上でよ、うんうん。谷口こそ顔出しはなかったけど。谷口からも。こぼれちゃったからね、それは。そうね、その話をもとに、うん、再現 V とかも作ってくれたんじゃない？いろんなところからさ。ありがたいよ。我々だけの話なくて。なるほどな。再現 V をね。うん。そうじゃない？作ってそれぐらい。つけ焼き場はもう全然誰も感動してない、うん、知ってる話だから。まあまあまあ、そうか、うん。やってましたね、ぐらいの感じだったね。本当に。で、中村なんかも震えてとも今も。金スマ見ての今日ディレクターデビューだから。なるほど。30歳平成生まれ。昨日の今日で、うん、オードリーちゃんの歴史を知った上で、
うん、今のオードリーってやってるわけだからね。そうね、最新の。うん。そら、だから口が動かない、動く、最近みんなマスクしてるから、うん、口が動かないから、わかんないと思うんだろうね。うん、俺が前室入った時にかっこいいって聞こえたもんね、うん、マスクがあるから。えうん。やっぱり。生若林見て。そう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 。うん。触れてると思うよ、多分今も。多分そいつ多分ダメだと思うよ、ね。違う人にしようだけじゃん、そんな。かっこいいなんて、そんな。うん。もう、上に見すぎちゃってるから、まあいいディレクターじゃないですか。中村、あれ、今日の俺のトークゾーン CM に行きにくいわ、多分。今日の俺の。わかんない。わかりづらいわ。俺もわかんないし。うん、それはもうしょうがないよ。今日わかりにくい話だな、俺。うん。でもなんか、昔のネタの素材をとにかく金スマさんにこう、送ったっていう話を聞いて、うんうん、リストと素材全部もらったのよ。ちょっとちょうだいそれ、つって。はいはいはい、はい。で、見てて、うん、見返してたりしたの。見返したの？ここのとこ、うん。ああ、まあ家にいる時間があったから。で、うん、ほら、出たての頃やってもらう番組、今のペコパとかがさ、はいはいはい、あの、ヒップホップ漫才やってましたとかっていう感じでやるけど、はいはいはい、10年経ってなかなか、だから、本当は、だから、あそこの後に、だから俺の親父のこととか、うん、テレビ出始めたって話が入る予定だったのが、うん、あまりにも取れちゃったから。そうだね。2時間スペシャルに行くから、うん、こぼれたから、ああなったわけで。まあそうね。あそこだけこう、抜いたってことだから。うん。だから、それで、あれから、今、だからあの後に今の話が入ればね。あれだけど、うん。なんで今って思った人もいただろうね。だから世の中には。そうだね、うん。今更なんで振り返るのみたいなね。そう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 、そう、うん。確かにそうだね。いや、それで、なんかもう、その、なんつうのかな。やってる感じが、あるじゃない。うん、それで、あの、素材見てたら、だから、出たての当時の30歳の時は、うん、やっぱなんか、ずーっと10年悔しい思いしかしてないから、喋、うん、りたいから、その、なんか、全然受けなかったんですよ、最初は、うん、とか、言いたがりなんだよね、やっぱり。はいはい、でも今、冷静に見ると、うん、確かに面白くないね、ネタが。確かなつまらなさ。なるほどね。だけど、あれね、今見て思うけどね、うん、あのね、多分ね、事務所に入れてもらってから、うん、オンエアバトルを知るんだよ。はいはいはい。うん。はい、で、オンエアバトルを見始めて、なんか、うんうん、なんかオンエアバトルの話とかもしてんだろうね、先輩たちが。うんうん、だから、あ、こういうものなのかって、うんうんうん、オンエアバトルを見始めたところから、うんうん、特につまらないね。いや、いる、なんか、それまではね、なかなか、着眼点とかいいかもって。へ、うん、あの、設定は、うん、とか。なるへそ。なんか、あんまないよ、こういうのはっていうのはあるんだけど、はいはいはい、あ、こういうことをやればいいのかって、音場と録画して見始めたとこから急につまんないね。うん、なるほどね。なんかこう、うん、合わせに行ってるというか、うん、そうそうそう、ちゃんとしようと。なんか合ってないよ。お笑いやろうと。だから、ツッコミってツッコミなんだ、みたいな、うん。ボケって設定入ってこういうこと言うんだ、みたいな、うんうんうん。なんかね、号泣さんと針金ロックさんが混ざったような。はい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 。なんか感じだよ。お二方はね、ものすごく腕があったから、うん、面白いんだけど、うんうん、俺たちが、あら、音場と見始めたぐらいから、急につまんないよ。なるほどね。まあ、ぶれちゃったんだと思うんだけど。なんかこう、形に、を作ろうとか。そうそうそう。覚えた。お笑いをやろうとしてるんだね。そうそうそう。あ、でもそうか。そりゃダメだな。でさ、あれさ、なんか、だからね、春日のことは俺は一生許さないけど。なんでそういう話になるんだよ。今の流れから。あの、反響があったといえば、なんか、クミさんから、なんか、ダイレクトの LINE が来たのよ。うん、何がよ。金スマ終わった後。あ、そうなの？うん、なんか、春日をありがとうございますみたいな。なんか、ほんと、スクショして週刊誌に売ろうかなと思ってた。なんでだよ。どういう記事になるんだよ、それ。あ、そう。うん、あ、そら知らなんだだね。で、まあ、クミさんっていうか、うん、まあ、クミっていうか。いや、クミさんでいいだろう。まあ、クミさんっていうか、クミが。いや、クミさんだよ。ね、来て、で、なんか、ありがとうありがとうになっちゃうけど、ああいう時、うん、
ね、うん、春日ありがとうございますって言われたら俺も春日と結婚してくれてありがとうございます。うんうん、え、それなんかおかしいなと思ってやめたのかな、うん、なんか、春日は久美さんと結婚してからすごい変わったと。うん、なんかそういった意味でも僕から感謝ですみたいな。なんかそういう感じになっちゃったの、LINE、うん、が。あら。だからその、ネタに関してね、うん、初めて面白いっていう感想なんか言ったことないっすからね、20年っつって。で、うんうん、送ったわけ、うん。そのやりとりして、うんうん。まあ、完全に不倫だと思うけどね、このやりとり。いや、どこがだよ。100% 不倫だと思うけど。どこがだよ。うん。気持ちのね。俺派なんだから、クミさんは。そうね、だから別に。気持ちもやっぱ不倫だから。ドキドキしたらもう不倫だから。うん、ああ、厳しいね。うん。うん。ドキドキしてたと思うよ、クミは。クミさんっていうかクミは。いや、クミさんね。うん。うん。で、うん、俺が本当、納得いかないのが、なんか、うん、その、面白いなんて言わないですよ、ってさ。うん。究極の格好つけ野郎ですから、うん、思ってはいたんでしょうけどね、って。帰ってきたのよ。うん。もうビンタですね、本当に。誰よ。クミさんっていうかクミを。なんでだよ。で、それはお前が、うん。お前がそれはもう調教しなきゃダメだろうか。アホなんだから、お前の旦那は。なんでそんな話になるんだよ。うん。早く、何ターンしてんのよ。でも、なんかね、無理もないなって、岩井ちゃんとも、うん、岩井ちゃんと今日もあったんだけど、ちょっと話したけど、はいはいはい、あちこち踊りやね、本当に楽しみなの。ああ、オンエアが。オンエア。来週か、来週だね、うん。本当に春日ファンがイライラすんだろうなと思って、楽しみでしょうがない、俺は。どんな楽しみ方だよ。で、やっぱり、わかんないんだと思うんだよね、究極。うん。わかんない。うん。で、こう、ファミレスでネタ合わせしてたじゃない、うんうん、高円寺のジョナサンで、はい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 。その時間しかもう想像力が働かないだろ、うん、その前に、うんうん、俺はその、また別のファミレスで、春日の、なんか、同級生とかに電話して、春日で面白かった話あるとか言っても、とにかく春日ノートを作って、書き出してるとか知らないから、ドリームマッチで若林くんに嫉妬させたいとか言えるんだよ。水口にも責任あるぞ。そこに繋がるんだ、ね。そんなことを野放しにして言わしてる。水口にも責任ある。水口の責任だな。そんなことはない。あれ使ってんだから、素材回してんだから。そんなことない。あんなデジカメ置いてぶん殴んなきゃダメだよ。あんなこと言う。デジカメでぶん殴んなきゃダメだよ。ガシガシって映像になってダメ。いや、わかんないだろ、うん、だからそこが、うん、まあそうだね。そのかかった時間とかが誰にも想像できないと思う。これしょうがないと思う。で、うん、バイトもできない。岩井ちゃんが言ってたけど、うんうん、バイトができないんだよ、あの、うんうんうん、ネタ見せの一週間前とかネタだから今みたいなテンポで書けないからさ、うん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 、なんかそのスピードも、うん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 、だから一週間前とかバイト休む中、うん、お前はめちゃくちゃバイトしてさ、うん、西武球場でさ、うん、高い売れてもいないのにブランドの服着てさ、いやそういや違う途中から違う人になってるで、あれ、あの、ネタ作ろうの、バイトができないんだよね。一週間前の、ね、ネタ書くから、はい、ネタ見せ前。バイトどころじゃないと。そうそうそう。うんうん、それで書いて、で、うんうん、あ、浮かんだってとこからしかお前知らないから。まあそうね。で、これはもう本当、誰にも伝わんないと思って、こう10年喋り続けてきた結果、もう絶対伝わんないから言わない方がいいって決めてんだけど、言っちゃうね。これはね、本当に究極伝わんない、やっぱり。まあ、まあ、大変だろうなってのだけど、まあ、想像でしかないもんね。で、俺と岩井と滝上で僕らの時代やるしか、もうないんだよ、これに関しては。ああ、なるほどね。これは伝わらないんだよね、本当に。だからもうしょうがない。うん。うんうんうん、そうそうそう。確かにそうだね。うん。うん、どれだけ大変だってのはわからんね。わからないと思っていいでしょうね。うん。そこは。そうか、そうか。だから伝わんない、伝わんない。うん、結局、春日よく覚えたみたいな変な話。春日は辞めなかったみたいな。それは辞めねえよ。自分のプライドかかってねえんだから、毎月毎月。確かにそうだね。うん。うん。いや、それで、うん、まあ、このね、番組でも、その、恩人が出るっていうのを、杉ちゃんがリーダーがっていうことで、こう、ちょっと、あいつら先週ね。もらいましたけど、タイガさんの可能性もあったからね。タイガさんでオッズが96倍でしたけど、ね。絶対来ないじゃないか。万馬券じゃないか。うん。リーダーが、入ってきた時にさ、うん、
座る席をさ、通り過ぎてさ、うん、っていうボケカットされてたな。うん、やってたね、うん。通り過ぎるボケ、うん、カットされてたわ、リーダー。椅子通り過ぎ、こう、どうもどうもっていう手をのジェスチャーしながら通り過ぎるやつカットされてた。つまんなかったな、あれ。うん、そうだね。あの場でもカットされてた、多分ね。ディレクターさんの頭の中じゃね。まあ、あの、編集ってすごいよな。綺麗に入ってきたい感じになってるもんね。いや、そうだね。うん。どっか、どこ行っちゃったんだろうね、あの部分はね。そうだね。どっかに捨てられてんのかな。うん。なんか、俺が好きな、あの、テッドの映像があるんだけど、あれ、なんていうタイトルだっけ、うん、社会のブームが起きる仕組みみたいなタイトルだったかな。ちょっとちゃんと覚えてないんだけど、なんか、外国の公園で、なんか、うん、みんな、なんかこう、日向ぼっこみたいな感じしてんだけど、はいはい。知らないかな、この映像知らないか。うん、裸になって裸踊りみたいのを一人が始めるわけ。うん、バーって、うん。したらなんかその、最初の一人は、絶対に嘲笑される必要があります、みたいな、うんうんうん。で、しばらくしてみんな笑うの我慢してたり、見て見ぬふりしてたり、ひそひそ話して、うんうん、何あの人みたいになってる。うん、なるよね。したらなんか、二人目が現れるわけ。裸踊り。もう結構時間経ったら3、40分。したら、二人で踊り出したら、もうなんかこう、なんかセッションになってくるっていうか。で、三人になるのすぐ。あ、増えてくる。で、三人になったらもう社会です、みたいな。したらもう4、5、6、7って増えてきて、結局、踊ってる人の方が踊ってない人より、多くなっちゃうの。そうするともうブームに乗り遅れないっていうふうにみんな頑張って入ってくるんです。でも最初は嘲笑される必要がある。なるほど。で、この二人目が大事なんだっていう話なの。一人目じゃなくて。二人目が、嘲笑する変わり者と社会をつなげる人だ。ああ、そうか。二人目が出てこないと、そうこのムーブにはならない、ね。ならない。それがリーダーだったんだろうなって思って。二人目が。そう。で、誰も言われたことないんだから、それでいいんだよっていう。そうか、なるほど、ね。ことを、みんなが嘲笑、冷笑されるじゃない、いきなり胸張り出すわけだから。何してんのと。そう、うん。で、その人が椅子を通り過ぎるっていうボケをしたから、俺大丈夫かなと思って。それは若林くんが、その時のリーダーの二人目のなきゃいけないじゃないか。俺今から立ち上がってね。てしたらみんなそうね、私とか中井さんとかみんながこうさ、中井さんが大変だよ、お前。椅子を通り過ぎるっていう。オンエアやめようかなと思われるわ、ディレクターさんに。だから嘲笑で終わらしちゃダメでしょ。恩人をさ。その絵、なんか動画がすっごい好きな、嘲笑される必要がありますっていうテロップがすごい好きで。そう。なるほどね。その二人目が、うん、でも俺も思い出したら、聖堂さんだって俺、本当に仕事何にもなくて、うん、ショーパブともうライブ、まあライブも及びかかんないわ。ね、ショーパブしかない時に、うん、聖堂さんそうだからね、ラジオ日本で俺フリートーカーキングっつっていう冠番組やってんだから。キングだよ。27かぐらいよ、あれ。いや、そうだね。うん。でも事務所ももう なんでこいつなのみたいな感じだったからね。二人目だよね、聖堂さんも。そうだね。まあ今はね、もう惜しい人って話になっちゃうけど。いやいやいや、うん、ギリギリあそこに座ったらギリギリ。まだあそこで。いや、そういうのをなんかいろいろ思い出すけど。でもまあネタは確かに、うん、ネタは褒められたことなかったもんな、聖堂さんにも。確かにつまんないんだよな。で、30の時はやっとって思ってるから言っちゃうんだけど。うん、めちゃくちゃつまんなかったなぁ、見返してたら。まあ、そうだね。やっぱり受けないっていうのはその理由があるんだな。ネットとかだから言われんじゃん。なんか、若い子にも、どこで見んのっていう、うん、あの、ネタのことを、昔の。うん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 。大元があるんだろ？ネットの、太いコンセントの、どっかに。ネットの大元が。主電源みたいな？それ抜きたいよ、俺は。ケーブルみたいな。どっかにあるんだよ、それが、多分。抜いたら流れなくなるかな。流れなくなるんじゃないかな、とか、思ってね。うん、ほら、最後にさ、あんまり照れ屋な方でしょうから、あんまり言うのもどうなんだろうと思いつつだけど、うん、中井さんが振ってくれたじゃない、最後に、うん、漫才
を、で、あれで終わった後さ、うん、ね、二人でご挨拶っていうか、うんうん、あの、通路のとこに、うんうんうん、中居様つって、なんか、ありがとうございました、お疲れ様でした、つったら、うんうん、最後ごめんね、みたいな。うんうんうん、その子はなんか、オードリーかっこいいと思って、つって。ね、言ってくれたよ。言ってくれて、ファーってね、言って、うん、いや、でも、俺ね、すごいなと思ったね。なんか、ああいう、こう、番組をこう、しょってて、うんまあ、こんだけね、漫才でこういうことがあったってやって、うん、やっぱ漫才や、うん、で、結構一か八かだと思うんだよね、MC として。まあ、そうだよね。うん、だから、うん、多分滑ったら滑ったで、うん、なしにしようかって方にしてくれたんだろうね。うん、っていう安心感があったからできたじゃない。うんはい、はいはい。どっちみち受けても滑っても、うん、中居さんがやってくださるだろうなっていう。あれで滑るのも面白いじゃない、最後に。そうね、こんだけ長いこと何してくれてんだっていうね。うんうんうん、何滑ってくれてんだっていう。まあ、どっちにも行くかなっていう。いける感じにしてくれてたじゃないまあそうね、そういうのを作ってくれたからね。うん。いや、本当にあそこの、でも体感もう10分ぐらい打ち合わせしてたのかなって思ったけど、うん、3分ぐらいだったんだってね、あのオンエアのあれで言ってたけど。そうね。本当にもう本当、うん、みちょぱと竹山さんの後ろで、ぶん殴ってやろうかなと思ったよ、春日のこと、俺は。ネタ合わせしてるとき。何がや、別に、普通に ネタ合わせしてたのよ。いや、で、だから一人ずつ、うん、言ってくけど、うんうん、パッて思いつく人は、うん、ベックさんと、まあ、狩矢崎さんと、うんうん、まあ、竹山さんと、うんうん、で、まあ、最後振ってるから中居さんでっていう、うんうんうん、ことは、ばーって伝わったじゃん。うんうん、で、頭で、うん金スマにいつもいる女性のとこいないから、うんうんうん、そこちょ触れる、うんうん、で親父は座ってたって言ってくれるって言ったら、うんうん、どういうことですかって言われて、うん、ぶっ飛ばしちゃうわ、ま、何がよ時間もないしと思って、うん、俺それで本当だから、うん、短時間に言葉を入れなきゃいけないと、うん、思ったから肩思いっきり掴んでたもんねお前だからっつって、うんうん、金スマにいつもいる女性の皆さんいないから、で、うん、親父は座ってたって言うて、うん、親父は座ってた、うん、どこにって、うん、座ってないからだって、誰もいないっつって、だからやみたいな、うん、で俺あの状況でだよ、うん、こんな説明してんだよ、うん、俺親父死んでるじゃんって言ったんだから。うんで親父、うん、本当だよこれ、うん、親父が多分あのピンマイクで繋がって誰か聞こえてないけど、うん、親父死んだじゃんって言って、うん、俺、うん、あの時間にでそこは入れたいじゃん頭で、うんうん、親父俺死んでるじゃん、うん、だから親父は天国にいるから、うん、天国から降りて、うん、ここに来て見てたんだよあのほらあれ別じゃないからあの収録上は、うんうんうん、っていうことで、うん、言ってくれればいいから、うんうん、え何座ってたのみたいな、うん、いや実際に座ってたとかじゃなくて、うん、実際に座ってたことにすればいいのみたいなこと聞かれていやそんな話してないと、うん、親父は座ってただろうだけ言えばいいからロボットみてえによと思ってぶっ飛ばすぞと思ってやっぱちょっとやっぱり分かりづらかったからねでね、うん、なんか分かんなかったでしょ最初どういう風に捉えてたの、うん、どういう話だと捉えてたの、うん、いやだからその、うん、なんかいないじゃない誰もいないのにさ、うん、いたなんだなんか、うん、怖かったねあだから時間がないからでも本当照明が落ちるっていうねもうね、うん、でも時間がないからすぐ今からって言ってから、うんうんうん、若林さんは焦ってんのかなって思ってた。いや、焦ってはいるよ。焦ってなんか混乱してんのかなと思ってた。でも最終的に言えばいいからって言われたから、まあ言ったらまあ、なんとかなんのかと思ってさ。うん。うん。で、なんか言ってんから、言って、親父座ってただろって、叩いてくれたら、怖すぎるわって言うから、つって。うんうんうんで、なんか、怖すぎるわ、うん。それは俺が言うから。うん、っていうね。そうね。うん。うん、やっぱそうだよ。それをだから、しっかりと覚えてさ、私もさ。そうだね、言ってたから。でも、ありがたかったなぁ、やって振ってくださってなぁ。まあ、本当に。いや、あれ、なんか頭でなんか、春日のここ空いてますよ、みたいなことは言わなかったんだっけ何が最後の漫才のところは。言って
って、あれどうだったっけかね。なんか言ったんだっけな、言わなかったんだっけな。ちょっと忘れちゃったね。あったかな。まあ、まあまあいいんだけど。うんうんうん、でも俺、自分で言うのもなんだけど、うん、なんか、感心したね、オンエア見て。感心、うん、何何漫才のね、うん、ところあんじゃん。はいはい、あれね、大人だなと思った。何が誰が俺が。若林さんが何が、うん、やっぱ題材を、金スマのことにしようって決めたのが、うん、大人だなこの子って思った。うん、どういうこと大人だなって。もう、3歳若かったら、うん、いやいや、これ金スマだから、金スマの設定にするって逃げだなとか、うん、ハードル下げてんなとか、思って、うんうんやっぱ脇から魂入れるネタやっちゃったと思うんだよ。いや、それは。それで、稽古できるネタがないじゃん、だって。まあ、確かにね。うん。いや、それはもう違うじゃない。大人とかじゃなくて、その、なんだか分かってない、多分。分かってない。あの後。20分漫才魂だ。でも、ほんと、キャーとかあんなら、どうすんの、中井さんの前で。中井さんとかもね、メンバー、ね、危険性あるだろ。でも、稽古できないんだから。まあ、そうか。単純にその、できるネタって、その場でね。その場でできんのが、あの時やったら魂入れるぐらいしかないだろ、多分。で、あとデートネタだよ。で、デートネタでお茶濁したら、もう、リトルトゥースがっかりだよ。まあ、そうだね。金スマにして、なんとか作りましたってことで勘弁してもらうって大人だなーって思ったオンエア見て。言ってなかった？その、お前の奥さんの両親も。大人ね、この子って。言ってないよ。うん、よくデートネタやんなかったわね、なんてことは言ってないよ。言ってない、うん、なんか、魂ネタに行っちゃわないところが、うん、なんか、いい年の重ね方よねって言ってなかった。言ってないよ。うん。何も言ってなかったよ。なんだったら。面白いも言ってなかった。言ってなかった。これは哺乳瓶でぶん殴んなきゃダメなんでだよ。使うなよ。うん、哺乳瓶を。うん、あ、そう。ええー。まあ仕方ないか。まあ、まあまあよかった、よかったよね。結果ね。ありがたかった。確かにな。うん。でもだから、そうだよな。あれで、あんだけやって滑ってたらどうだったんだろうな。ちょっと面白いけどな。ね、全然面白くねえじゃねえかっていう。うん。あんだけ振って。いや、そうだね。何、うん、だったんだっつってね。うん、うん。めちゃくちゃ怒られて終わるみたいなさ。確かにな。うん。まあまあ、よかったですよ。もうでもあれで今時期によくやってくれたよな。うん。で、あれでやっぱちょっとなんか、ああいうのって何なんだろうな、こう。うん、だから、ネタをこう、昔の人たちずっと見てんだけど、こんなことかな、うん、こんなことかなって思ってやってるけど、うん、多分、変えなかったのは、今の形にして、うん、やっぱなんかこう、うん、やりやすいとか、そんな話なんだろうな、うんうん、なんか、結構熱い話なんですけど、やりやすいんだろうな、に合ってるから。そうだね。うん、多分。なんか感触でわかるんだろうな、うん、やりにくいことを何とかしてやってたってことと。はいはいはい。なんかちょっと頑張って、違う人に、まあね、大げさに言ったら違う人にならなきゃいけないとかね。いうのがなかったね、確かにね。力の抜け方として。そのままできたみたいのは、そうだね。みんなそうなんだろうな。ああ、はい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 。感触ね。それぞれがそれぞれの人に合ってるネタをやってるんだろうね。うん、やれて出てこれんだろうね、うん、おそらくね。そういうことだよな。うん、でも再現部位の春日役の子、絶妙な春日加減だったね。なんか、ロボの感じ、できますよ、みたいな。うん、なんか、すごいね、あの子。そうだね、うん。あんなにロボだったのかと思った。うん。うん。あんなになんか感情がないというか。なんかいい感じに感情がない子だったよね。そうだね。うんうんうん。やっぱそう、なんか見つけてきてくれたんだろうね。ねえ。オーディションやったのか何だか知らんけど。で、あんな若林役やった子も申し訳ないよね。若林役やるんだぞ、うん、お前。申し訳ないよね。なんか役者さんでしょ、俳優さんでしょ。いや、そうじゃない、そうよね。春日役の子も。いや、そうよ。ああ。やったのかでも、オーディションとか。
いっぱいいたと思うよ、春日役。で、杉ちゃんとかも来てたんだよ。見づらいだろうな、杉ちゃんが春日役やってたら。杉ちゃんだもん、だって杉ちゃんだって思って。気が散るだろうな。よかった、落としてくれて。金スマ。でも、ビトさんの再現が、いや、本人出てるから当たり前なんだけど、うん、言われた時の感じはまんまだったね。まあ本人だから、ね、あんちゃんたちよ。俺たちが喋ってたのはもうちょい奥の製氷機の前だったけど、うんうんうん、あんちゃんたちよ。あれ、本当に思ったんだから、帰り、原付き乗ってたけど。うん、偽物だろ、あいつ。いや、そうだね。うん。でも、あれぐらい雰囲気出してたよ。出してた、出してた。あんちゃんたちよ。なんか、間を待ってたよな。いつ言おうかな、みたいな、うん。自分のためにやってたんだろうな。自分のためだ、あれ。うん。うわ、たけしさんっぽいって自分で思いながらさ。たけしさんっぽくできたーって思って。似てたー。多分帰って、似てた。これ、これ、これ、これだよ。思っただろうな。って思いながら帰ったはずだろうし。あれぐらい出してたな。ビットさんに、うん、まあ、このラジオじゃ何度も喋ってるけど、本当、うん、あの花火のさ、たけしさんがパトカーに乗って警官の格好して、うん、ゆっくり窓開けてさ、こうピストルをこうやってさ、うん、なんかそこでだべってる人に構えるシーンあったじゃん。うん、本当に信号待ちでビットさんの車が、ビットさんもキサラ入るときに横付けされたときにまんまやるんだから、それブイーンって開けてモデルガン出してくるんだから。その後をネタで使う危ねえ、まあ、時代がね、時代だからもう15年ぐらい前だけどさ、うん、危ねえだろっつってそうなんだよな。いや、やってたもんな。たけしさんだからね。あ、いつでもな。まあでもリーダーも M1 の明らかにノンスターだから、そこはカットになってたけどね、自分たちで分かったでしょっつってたもんね、うん、ノンスタイルの方がいい漫才してたのっつって、うんうんうん、分かりましたみたいなとこもあったね。うん、そうね。あれだよな、あれだよな、だから腐り切ってたからリーダーにああいうふうに言ってもらってからも、出番直前で影マイクでオードリーとか言われたと、春日の、うん、チャック下ろしたりしてから出てたんだよね、俺が。ああ、そうね。毎回恒例だったんだよな。チャックを開けて、袖から出てて、閉めなきゃいけないから、より遅れてくるっていう。で、それをやってたら、リーダーが、なんか真面目にやろうって言ったの覚えてる。これはいいネタだからって言われたの覚えてるね。そうだね。信じきれてないというか、まだね。でももうこれでもう、金スマさんで、こう、もう、もうその、保存版にさせてもらうけど、最後だろうな、こんな風にしてもらうの。もう人生でも。まあ。もう、もう知りたくないだろう、ズレ漫才が生まれた、きっかけなんて誰も。いやいや、でもまた10年後あるかもしれんよ。いや、でも。やっぱ入れ替わるからね、その、テレビ見てる層がね。ああ、入れ替わってんの俺たちも。入れ替わってるし、だってその、言っても我々だって出始めの頃やってもらったじゃない。やってもらったよ。ね、こういう。ペコバとかね。そうそうそう、そう、うん。あれがだから10年前、10年ちょっと前でしょ、うんうん、で、だから、見てる人たちが、うん、やっぱりまた新規の人が入ってくるんですよ。若い人とか。で、10年後また入ってくる。ちょっと待って、51のさ、51歳のコンビが、30の時に出てきた漫才のスタイルを生み出したって誰が知りてんだよ。51で。やってもらうよ、また。金スマに。いや、いや、もう最後だと思う。これ、こういうこと。だから俺はすごい嬉しかったよ。あ、そう？いや、もうないよ。だって知りたくないもん、51歳。今はだから、ね、我々の歴史を知ってる人がもう多くなったけど、うんうん、また10年後知らない人たちの方が多くなってきたら、いやでもだから、いやでも51歳の時の春日って、たまーに朝なんか街ロケしての見るぐらいになってる。そんなになってる。じゃあやれねえわ。うん。だったら無理だわ。うん、でもなんとかやってもらえるように10年間、この先10年頑張るよ。ああ、そう。したらやってもらえるように、でまたリーダーにも来てもらってさ。リーダーなんて10年後の。うん。で、リーダーなんてもう、よぼよぼしながら椅子通り過ぎる。もうリアルに椅子通り過ぎちゃって。突っ込めないやつね。リーダー、リーダー。ここですね。リーダーっていう、ここっすねっていう。うん。違う意味でオンエアできないみたいなね。ボケじゃないみたいな。いや、だってね、うん、来ますよ。ね、まあ、ありがたかったなぁ。でもこれでやってもらってね。やってもらったら。うん。ね。行きましょう、じゃあ。
日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ、日本イーリモデル、日本触媒、サミー、出光昭和シェル、信用金庫、ルートインホテルズ、クレ工業、転職サイトタイプ、楽天カード、キリンビール、種の滝、ボディーボス、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日に学べ。あのちょっとこ、分かりにくい話するかもしれないんだけども、うん、まあそうか、うん、まあ、うん、あの例えば、まあ、金スマで、うん、昔の素材の V 見て、例えば漫才見た時にネタそのものというよりも、うんうん、マイク、スタンドマイクで出てきたときに、もうちょい、俺が、なんかお客さんに対して、なんだろう、普通にボケとかじゃなくて、友好的なご挨拶してた方がウケるんじゃないかなとか思って、そんな目で、見るようになるのね、年重ねると。なるへそね。なるへそ、なるへそ。なんかすいません、みたいな、ご存知ないとは思いますけども、なんかちょっと自分たちのね、話聞いていただきますけどもっていう、なんかその言葉もそうだけど、言い方とか雰囲気も、じゃないとなんかこんなのけぞったやつが、そののけぞってるやつが出てくる隣のやつがとんがってるってもう最悪、なんか、笑わなきゃ笑わないでいいよみたいな面してるのも最悪だなこいつと思って。繋ぐやつがいないとね、お客さんと舞台を。社会とね、嘲笑されるものと社会を。二人目がいないんだ。いや、俺そう、お前の二人目なんだな、うん、俺。いや、うん、でそういう、なんたんだろうな、大人、ね、大人というか、はい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 、人として柔らかい部分で、うん、そういうのがあればいいけど、うん、今言っても伝わんないだろうな、っていう子もいるのよ。若い子の、うん、ネタとか、見てくださいとか言ってスマホで送ってもらったりすると。うんうんうん、なるほどね。でも言いたいけど、うん、なんか、その、25、6の子に、もうちょいお客さんに柔らかく挨拶したら最初の一行目はって、なんか言わなくていいんじゃないかなって、なんか、思うっていうか、うん、まあ、みたいなことが最近多々あるのね、うん、っていう話で、なるほど。で、俺、なんかヒルナンデスで、うん、なんかね、何の食べ物かな、出てきた、磯辺揚げみたいなのが出てきた時に、うんうん、なんか、食べて、感想を俺が聞かれて、結構前の話ね。うんうん、時に、うん、なんでだろう。なんかね、うん、なんかこう、その食べ物自体を下げることとか、斜めに切ることとかいうよりも、うんうん、なんか、この、美味しさをそのまんまで言ったのよ。うん、何々で、これはね、つってみたいな。うん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 、なんかすごい、奥さんにもね、うん、なんか見てる方々もね、うんうん、これは作ってみてください、みたいな。こと言って CM 行ったのよ。うんうん、したらなんか南原さんが横に行った時に、うんうん、奥林お前変わったなーって言われたのよ。ほう。ほう。で、なんかその、下げたり斜めに今んとこ行っても、誰も得しないもんなーって。うんうんうん。で、多分、南原さんは俺が結婚して変わっ
ったという派の論者なんだけど。まあそこが下地としてあって。うん、俺はわかんないよ、自分で。はいはい、でもなんか、はいはい、お前、なんか喋るようになったよなとか言ってください。うん、まあ、はいはいはい、結婚したタイミングでラグビー一緒に見に行ってるから、それ、俺はラグビー見に行ったからだと思ってんだけど。ああ、まあそういうのもあるんじゃない？ある程度ね。まあでも、うん、まあすごい楽しくて、いつも喋るのが。で、はいはいはい、なんかそういうふうに、ナンバーさんが、いや、あるよな、みたいな。うんうん、なんかその、分かれ道みたいなこと、なんか CM 中だから、わかんないけど、チラッと言ってたの。そう。年齢的にも、そうで、前、東野さんと山里さんと飯食いに行った時、うんうん、東野さんが、ボケと普通のまともなこと言うのの割合が10-0、20代は10-0、30代は8-2、で40代ぐらいで5-5になってくるみたいな話あったじゃない。はいはいはい。ちょっと割合多分合ってるかちょっとあれなんだけど。まあだからだんだんこのね、普通のことを喋る割合が多くなってくるんですね。そう言って思ったりする。笑いボケ一辺倒じゃない。ある春日も思ったりするとき。いやだから若林さんとか東野さんが言って、ああ、確かにそうだなって気づいたことある。だまあ、許されるというか、許されたりする、求められてる時はあるなって思うよね。普通のこと。で、そう、春日さんなんてそうよ、結婚してく子供いて、だもん、もう。で、そうだよね。最近感じないしかも。最近感じる。うわぁ、一緒だわ。コンビだからだかな。バカな会話、今の。だから前までだったら聞かれて、もう一発目で、へっとか言ってても。そう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 。OK だけど、いきなりへだと、おちょっとびっくりされる。で、なんとか、なんか普通のこと言って、いや、ほんと、素晴らしく感動しましたね。へっていうことだと、まあなんかいいみたいなさ。だから、あれ、それで、あるよな。で、ナンバーさんに、お前はなんかが変わったなっていうね。なんか、あるよな、ああいう得意な、みたいな。そっちの方がいい時あるよな、みたいな。話 CM 中してたら、また CM 開けたからもそれはさ。はいはいはい。で、なんか体感で、そういうことを感じてて、で、オンエア見る。ま、カズガと違って、オンエア見る派だから。いやいや、私だって見るよ。ヒルナンデスのクイズとかリモートでやった時に、いや、これって、で、別に大喜利やんなくても、一生懸命当てに行くという延長上でなんかあればぐらいなのかなみたいな。当てに行くんでいいのかなみたいな。でも、芸人としてはさ、これ夜この1時3時でラジオやってる俺がこんなこと今言ってんのも、ちょっといいのかなみたいな。で、クイズを当てに行くんでいいんだっていうのは、水田くんが間違いない面白い大喜利してくれるじゃない。で、春日さんもタイプがこうだし。で、そう考えると、川西くんはダンディーに当てに来るね。いや、そうだね。似合うしな。かっこいいから。そう、なんか、ね、突拍子ないボケされてもさ。そうだよな。困るっていうのを、本人も分かってる感じで。俺、だから、川西くんほど俺はスマートじゃないけど、なんか、本当はそうでいいのに、ちょっと俺ボケたりすんじゃん。なんかフリップで。で、いやー、いらねえかな、とか。思って、なんか、次の週から、いや、当てに行くんでいいんだと当てに行ったりしたのよ。はいはいはい。で、なんか、ヒルナンデスの、ほら、松本明子さんとさ、ハンドメイド作って、春日と一緒で、売れたか売れないか、どっちだと思いますみたいな。振られた時に、なんか、いや、アッコさんの少女の部分出てるから、売れたと思いますよ、みたいなことを言ったら、なんか別のディレクターに会った時に、若林があの答えでよかった。だね、よかったよね、みたいなこと言われたのよ。で、あそこで昔だったら下げてたと。松本明子のこんな売れるわけないと。はいはいはい。で、なんなら、絶対誰もいじらないゲストの若い女の子の作品も腐してたと、若林君はと。でもなんか、お昼だとあれでいいよね、みたいなこと言われたから、あ、そう、いや、そうなのかな、そうなのか、みたいな。はい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 。で、それで最近イップスになってるって話なんだけど。あ、そう繋がっていくのね。そう。どういうことか、いい話というか、なんか、分かってきて、やり方がね、分かってきていい話だと思ってたけど。いや、で、なんか、俺、自粛期間中料理ずっとしてて、まあ今もちょっとしてんだけど、ハマりつつあって、なんか、それダメで、肉の焼き方みたいなやってた時に、やっぱちょっとかじったもんだから、今まで本当にちょっと裏、なんかこの、まあ、買わないけどねとか、やっぱり、まあ、外食が一番みたいなこととか言っちゃったりとか、そこはすってね、言ってたかもしれないよ。だけど、なんつうの、なんか、
赤、肉がこんぐらいでもフライパンから揚げちゃっていいで、うんうん。この赤身の残し方でフライパンから揚げるの勇気いるよとか言ってんのよ。ほうほうほう。ねほうほうしたらなんか、すっごいスタッフが喜んでくれて。若林さん、ほんと自粛期間料理してたからコメントが増えましたよね。で、あそこの V の間は、女性のゲストの方に埋めてもらうつもりだったんですけど、うん、若林さんが埋めてくれるもんなーとか言われちゃったりして。いや、で、あ、いいのか。うん、で、うん、高校生の時とかテレビ見せ、四十一二のさ、タレントが、一個も面白いこと言わねえな、こいつ、みたいな。情報番組見て思ってたじゃん。思う。思ってたよな。何普通のこと言ってんだそれなんかアナウンサーの人とかに任しとけばいいだろう。なんでこいつ出てんだよ。すげえ普通のこと言うのに。うまいじゃねえんだよと思ってたね。食べてうまいじゃねえだろ。臭せよみたいな。なんか言えよっつって。で、突っ込まれよと思ってたけどね。だよね。うんうん、だけど、なんかさ、うんうん、自分がそういう寂しさもあんの。ああ、わかる。高校生って。わ、うん、かるよね。わかる。これでいいのかと。うん、高校の自分ね、うん、高校の時の自分が見てたら、うん、怒られるんじゃないかって思う時あるよね、そら。そう、でもなんか結構、うん、で、なんか女性のゲストの方が今日激レアさんで、うんうんうん、感動してね、突発的に泣き始めたのね、うん。で、それはもうすごい、なんか、そんだけ一生懸命見てくれて、聞いてくれてありがたいんだけど、はいはいはい、今みたいのも言ってなかったね、多分。どういうこと？そんぐらい一生懸命聞いてくれて、うん、あの、激レアさんの入ってくれてありがたいんだけども、言ってなかったよ、ね。ちょっと前な。今までやった。大人だよ、本当に。まあ、大人、大人かな、まあ、大人なのかな。で、したら、ま、昔だったら、被せてたり、自分も泣き真似みたいな。はい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 。いや、泣いてないだろ、みたいなツッコミが入ってくる。被、うん、せてたりしてたかもしれないけど、やっぱ、変なこと言ってるもんね。変なこと？うん、なんか、うん急にグッと来たんだよね、今んとこでね、とか言ってんのよ。うん、なんかラベリングも普通のこと言いそうになっちゃって。おー、みたいな。なるほどね。で、うん、動物ピース。はいはい。動物番組のオンエア見てて、うん、結構、ボケてて、うん、今まで。で、どうでした、うん、大政ちゃん振ってくれて。うん、でも、うん、これ、うん動物可愛いでいいんじゃないかなみたいな、うん、なんか、うん、うん、なんか本当になんかだなんかこう動物が頑張ってるって V 見たら、うん、なんか動物のおかげで、うん、ワンちゃんのおかげでこういう風になってんですねとか、うん、で、うん、終わっていいなんかおかしいんだよねホップしてんだよねオンエア見てるとなんかおそこだけ大喜るからなるほど合ってない番組のカラーと。なんか、そこだけなんか、ラジオみたいなこと言うから。うん。うん。はい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 。ちょっと、こう、斜めに。うん、うん、うん。いや、わかる？わかるわかる。それはわ、うん、かるけどね。うん。まあ、難しいよね、若林さんはね。あ、わかるやっぱり。うん。まあ、特にというか、うん、普通のことを言っててもおかしくない、じゃない、おかしくないというかさ。になってるもんな。うん。寂しいのよ、でも。まあ、だけどなんか、変なこと言ってるのもまあさ。なんか変だよな。うん年齢なのかな。だからまあちょうどいいところの球を投げるしかないんだろうね番組によって。そうだからなんかちょっと臭しだからラベリングとか激レアさんにするときも、うん、こう元カノが化け猫だった人でいいなとか思ってんだけど、うん、でも元カノともいろいろあっただろうにとかでこれはほんと一般の方だし化け猫は一般の彼女も見るだろうし。したらなんかうん、うん、なんか。さすがの社長みたいなこと言っちゃって。うん、うん、今日どうしたみたいな。うん、恥ずかしいね。いや、そう、それで、動物ピースって、可愛いなとか思ったら可愛いな、うん。なんかありがたいなと思ったらありがたいなでいいんだとか思ったのオンエア見てて。で、うんうん、今週そうしてみようと思って、金曜日始まったの、うんうん。で、その感じでやってたのよ、うんうんうん。一生懸命クイズとかも当ててて。はいはいはい。まあ、一個クイズでボケたらやっぱ変な感じになったのよ、収録途中で。で、やっぱ、そうだよな、これ違うよな、と思ってても、うんうん、全部、ストレートに行こうと、思ってやってたら、うん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 、なんか急に、うん、なんか、この、ワンちゃんの感想を若林さん、一行さんっぽく言ってみてください、みたいなの来て。あった。うん、と思って。うん、あれ、これって、俺一行さんっぽく言っていいのかなみたいな。可、う、愛、ん、いでいいんだよ。で、なんか、うん10、9、8なのみたいな。一行さんっぽく言ってくださいみたいな。で、俺、あの、なんか、本当にね、かわいいですね、みたいな。
こういうふうに勝ったらこういうふうになるんでしょうね、って言ったら、4から0まで無音。ブーみたいな、次の V って。そしたら春日が、いや、なんか、4文字でどん、言えやって春日が。じゃそういうボケでもなかったのと思って。完全に。ボケじゃないんだ。言わない。ブラックアウトの。イップスで動かなくなっちゃったの。あれだって、その日の来るとき、運転してるときに、今日は動物ピースストレートでやって試してみようと思ってるから、うん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 、そこへ来て急に一行さんっぽくできたから、うん、4文字でなんか言えや春日が叫んで、それに声にびっくりしちゃった。で、やっぱ大人と、その、うんうん、まだまだ言うと、ごちゃごちゃしすぎて、なるほどね。こっちみたいな。それで、で、今日ね、うんうん、昼間ね、うん、お蕎麦屋さん行ったのよ。うんうん、ね、うん、俺の行きつけの。はいはい。したらなんか、おじさん同士で食べてる人と、俺しかいなかったの。うん、席数が減ってるから。なるほど。はいはいはい。三人だったの、うんうんうん。で、お蕎麦屋さん入った瞬間に、うん、あれ奥林くん、うん、みたいな。ほう。じゃあ、あの、知り合いじゃないんだけど。ああ、そういうこと？見てるよって言われて。ほうほうほう。で、なんか、もうちょい若かったら、ああ、うわーと思ってたけど、全然思わないの、うわーってと思って、あ、ありがとうございますとか言ってる。いいね。うん。もう素晴らしい、ね。なんかそこも変わってくるのかなーと思って。はい、はいはいはい。で、なんか、ちょっと、うん、今日は何ロケ、うん、とか言われて。はいはいはい。で、前までったしょうもない。と思ってたもんが、全然思わない。振りがねえな、おめえは、と思ってたの方が。そんな風に思ってたのか。それも問題だろう。よかったわ。うん、でも全然思わないのよ、うん。思わなくなってよかった。いや、ロケじゃないですよ。プライベートでここよく来るんですよ。うん、とか、自分でなんか、で言ってんのよ。普通の、まあ普通の会話というかね。そうそうそう。うん。で、嫌じゃないな。みたいな。で、今日、いいね、春日くんは来んの？あ、この後。よく聞かれるわ。あるよな。あれ、俺が若林くんはつって。うん。うん。で、春日くんは、来るの？みたいなこと言ったら、うん、いやいや、プライベートでは、なんか、そこはもうまともでいいんだ。大人でいいんだと思ってるから、プライベートでご飯食べたりしないもんなんですよ。おで、普通に。で、まあ、うん、返して。うん。まあ、ちょっと、だから、うん、うん。普通にもちょっと会った方がいいのかなと思って、うんうん、すいません、僕一人で、とか。なるへそ。言って席着いたのね。うんうんうん。そしたら、その連れに、うん、なんだ、カスが来たらな、うん、写真撮ってもらいたかったけどな、とか言って、うん、ぶっ飛ばすぞと思って。いやいや、ダメじゃん。こらえられなかったか、そこは。言ってはいないよ。言ってはいないけど。言ってたらやばいよ。心の中で、ぶっ飛ばすぞ、はいはい、お前と思って。さっきまでまで良かったけどね。それまではね。無視すればよかったな、と思って。そこでもう一回ぐらい、すいませんねえわ、僕で、みたいなところまでいけなかったの。入れればよかったのかな。うん。中村ちゃん CM 行っちゃって。なんだそれ。合図を出すんじゃない？いや、それがちょっと大人とあれのかなと思ってほど多いですね。オールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。今週ね、うん、激辛を食べるロケーション行ってきてね、うん、有吉ゼミのさ、うん、あーあれね、うん、あれはもう先に言うけど、うん、やばいね。まあ、やばそうだもん、見てると。やばそうじゃない、うん、で、長く続いてるじゃない、うん、だから、上がってってんだ、レベルがおそらくね。辛さの、うん。うん。やばいね、今まで一番やばかったよ。辛さで言うと。辛さで言うと。辛さで言うと、辛さよ。激辛具合が。あ、もうさ、料理が出てきたらさ、もう、なんかコメントできないぐらい、もうなんかこの湯気でさ、いかれる。もう目とか喉がやられて、誰もさ、その、コメントできないぐらいのレベルのものがこう出てきたのよ。とんでもないさ、辛さのさ、やつで、まあ、まあ、なんとかね、うん、まあ、頑張りましたけどね、4人ぐらいでこう、まあ、やってさ、隊長が渡り君でさ、はいはいはい、で、私いて、東千鶴さんとね、
東千鶴さん。うん。うん、東千鶴さんよ。うん、うん。あの、お嫁さんにしたいさ、女性タレントナンバーワンの。いや、そうね。まあまあ、突っ込めないよ、何年前の話だって。もう還暦だってよ。びっくりしちゃってさ。そうそう。うん。それは言えなかったけどね。うん。お嫁さんにしたい女性タレントだ、っつって。まあ、それ言わなくていいしな、うん、別に。ね、東千鶴さんも辛いの好きなんだってさ。あ、そう。うん。あと、コーチくんね。あ、コーチくん。コーチくんと初めてロケ行ったよ。あ、そう。それがその激辛のロケでさ。うんうんうん。うん。初めてで、ね、ロケ、スクール革命以外で行くねーなんつって言って。はいはいはい。私もコーチくんがいるからなんか、やっぱりいいとこ見せたいじゃない？でも、がっかりしてたでしょ、うん、じゃあ帰り。いやいやいや、そんなことない。ラジオの春日さんと比べて、うん、その、もうだいぶ、こじんまりとしてんな、みたいな。まあ確かにね、うんうん、ラジオほどやっぱ伸び伸びできなかったけどね。初めての現場だしさ、探っちゃってさ、そんなとこ見られてたかもしれないけどね。うん、まあ、とにかくまあ すごいというか、うんうん、まあ、大変なロケーションでさ、うん、で2時間ぐらい結局やってたのが、まあまあ結果はね、うん、やっぱちょっと言えないけども、うん、まあなんとかそのまあ頑張れば頑張ってね、うん、久しぶりに激辛で一番今までで、やっぱ辛いなぁと思ってさ。うん。もうとんでもない辛さもあるし、なんか、こう、山椒みたいな痺れるお前もちょっとすごかったのよ。ね？んで、2時間ぐらいやって、で、まあ帰って、そのなんか、あの帰りにさ、何激辛もだから何回もやってるからだろうね。激辛を食べた後のケア用のなんかセットみたいなのビニール袋で渡されてさ。へ、え、ぇー。それ何が入ってんの？何これっつってそのチャン洗いからこうスタッフさんに渡されて、激辛をロケ終わって皆さんに渡してるらしいんですよ。そうやって見たらさ、ビニール袋の中にさ、まあ胃薬、飲む胃薬とさ、あとなんかチョコ。チョコ。ホワイトとミルクの二つパターン。胃薬とチョコ。胃薬とチョコと、あとなんかこれぐらいの乳酸菌飲料。ああ、いいんだ。ね。と、あとは飲むヨーグルトとかさ。一緒だけどね。うん、いや、違う。飲むヨーグルトだからさ、いや、わかったけど。なんか、たんまり入ってさ、うん、ケアもね、まあしっかり対策もしっかりしてくれてるのよ。うんうん、その後のケアも、うん。で、それもらってさ、うん、で、まあ帰ってね、で、ディレクターさんがね、うん、帰り際にね、なんか異常に謝るのよ。うん。なんか今日ありがとうございましたとか、まああるじゃない。うんうん、で、今日ありがとうございました。ほんとすいませんでしたつって。うん。で、まあ言ってとんでもないっつって。だから最初その辛すぎてみたいなね。大変で、すいませんって言ってくれてんのかなと。いや、別にその激辛のロケでね、出店もちろん来て急に出されたわけじゃないじゃない。だから、全然別にいいっすよ。いや、ほんと、すいませんっつって言って。地下の店だったんだからさ、その上上がってさ、タクシー乗る瞬間までずっと謝ってんの。ほうほうほう。そうでしょ、本当に。つって。おうおう、いや、別に、全然、つって。おうおう、で、すいません、すいませんって言っててさ。もう、まあ、そういう口癖の人もいるじゃない。おうおう、ね、すいませんって言う人。おうおう、そういう人なのかなと思ってたら、家帰ってから分かったんだけど、ロケ終わってから、ちょっとしてから、1時間ぐらいしてからがもうすごいのよ。胃がこう、痛かったりとかさ。いやー、そうだろうな。そう。だから、もうリアルに、うん、そのなんつうのこの、辛いものが今体のところにあるかがわかるのよ。はい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 。ね、うん、その、で、帰って1時間ぐらいして、あ、胃がこうなんかこう掴まれるようなさ、うんうん、なキリキリしてきてさ、うん、うわ、これあの辛いやつだわ、と思って、うんうん。で、まあ胃薬飲んでね、したらまあなんとなく収まったのよ。うん、で、しばらくこうしたら今度はこんなに横腹というかさ、うん、右のなんか腸の部分だろ、だからね、うん、この流れてくるんだろうね、辛いものがさ、うんうん、なんか横っ腹とかがこうまた痛くなってきてさ。まあ辛いの食べたから、うんうん、で、また飲むヨーグルトとか飲んでさ。でだん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 こう、なんていうの、下がってくんだよ、やっぱね。辛い部分がね。うん、人間の体、うん、この、できてるわ、こう、腸がこうあってって。うん。ね、うん、でもだんだん痛くなって、やっぱりこう、下の方になってくるわけよ。うん、で、朝方、こう、下っ腹の方がこう、痛くなってくるわけ。うんうん、で、そうなってくるともうさ、出口が近いじゃない？なるほど。だからもう出口からもう出ちゃったら、そういうことだよね。うん、まあ大丈夫だろうと、うん、思ってこうね、こうなんとかこう、うん、歯食いしばってね、うん、耐えてたのよ。うん、でようやくこう出口をこうノックするようなさ、うん、感じになってきたからね、バーンとトイレ行ってね、うん、こう脱出させたわけ。なるほど。うん、したらあんま出ないのよ。あ、なんつうのかな、こう辛いものだけというかさ、うん、溜まって
ってドーンじゃないからさ、多分こう通過してきたからなのかはもうわかんないけど、第一弾みたいなさ、明らかにその食べた量よりも少ないものが出てきて、これ全部じゃねえだろうなって思うぐらいの量だった。で、バーンって出てさ、そしたらさ、まあよくある話だけど、やっぱりこのね、出口がこう痛いじゃない。おけつが。激辛の後ね。辛いものだから。うん。だけど、ついこの間、ね、温水洗浄便座つけたからさ。言ってたね。プシッつって。やってやりましたよ。まあ、それはまあ、うん、まあ、そうだろう、ね。お尻をさ、プッと押してさ。プシッ朝4時過ぎぐらい。プシッおれつって。お尻をなんか、プッと押してさ、だとまたちょっと違う気がするけど、ね。お尻をプッて押して。プシッいろいろごちゃごちゃしちゃうけど、まあいいや。もうこっちも強気よ。うん。うん、つけたんだ、つって。うん。偉かったぞ、激辛ロケの前につけといて、春日と思ってさ。プシャーってやって、まあ、またね、リビング戻ってってさ。うん。で、したらもう第2弾がまた来るのよ。はいはい。15分ぐらいしたら。うわ、やっぱまた出てなかったわ、と。またトイレ行ってさ。うん。で、バーン落として、また全然もう少ない。はいはいはい。うん、全部じゃねえだろ、量出てさ。うん。で、またお尻プンとして、プシャー。もう教えとかあったから。戻ってさ。うん。で、また15分ぐらい経って、また来るのよ。何回喋るつもり何回あんのそれ。耐えられるかなあと3、4回行こうと思ってたんだけど、もうこれで終わりにするわ。プッシャーが。で、プッシャーってまた帰って。お前のオシュレットプッシャーな。プッシャー、オシュレットプッシャー。オシュレットプッシャーね。で、帰って、うん、で、またね、でも その、お知らせはこう何回も来るのよ。はいはい、お腹に。そう、で、4回目ぐらい本当にしたらさ、で、また帰ってったらさ、うん、こう、まだしばらくあんだろうなと思って帰ってったらさ、その、ウォシュレットプッシャーやってもさ、もう全然もうなんか、ヒリヒリしてんの。うん。なんだろうな、落ちきれてないというのかさ。はあ。しっかりやって、なんかそこがもう、何、こう、反応しちゃってんのかさ。うん、すごいなあ、それ。くそと思ってさ。うん。ブシャーってやったじゃねえかよ、くさと水、くそと思ってさ。まあ、言ってたもんな、勝つから、ね、いいやつだからっつって。で、なんか熱い、痛熱いわけ。はいはいはい。そう、わかるよ。ね。うん。それのすごいバージョンだろ、しかも。うん。なんかジンジンしてるしさ。んで、うん、迫ってきてんのもわかんのよ。うん、第、その、5陣、第6陣が来てんなってのはわかんの。うん。で、どうしようかな。んで、ウォシュレットも効かなくなってきたしね。つって。うん、で、これ待ってる間もう、ジンジンジンするからさ、うん、どうしようかなと思ってさ、ティッシュを濡らしてさ、うん、ここにこう挟んでさ、横になってたのよ、こうやって。痛熱いんだもん。くそね、ただこう横になって待ってるのも、どんどんその痛熱いが重なっていくから、待ってる間、こう下げたいと。数値をね、痛熱いの。で、こう、ね、ティッシュ濡らしてさ。それは何、うん、結構こう、うん、グループラインで東千鶴さんとかでもやってる。やってないわ。今濡れティッシュ挟んでまーすとか。私もでーす。あずまっていう。ね、まずグループラインなんか作ってないから。うん、激辛グループ作ってないよ、別に。作ってないのね。うん、で、挟んでこうやってやっててさ。うん、で、また来たからね。うん、第5陣ぐらい。また行ってさ。うん、で、やってまた帰ってきて、その何回かやってたの。うん、したらだんだんそのさ、濡れティッシュも効かなくなってくるんだね。お尻に何、うん、挟んでるの、それとも穴には突っ込んでるの、突っ込んで、挟んでる。だから、ホットドッグみたいになってるってこと、うん、なんつうのかな、うん、二つ折り。どういう形状にしてんの、濡れティッシュは。あれは、うん、濡れティッシュは、だから、まず二つ折りにするじゃない、うん、で、それをだから四つ折りにして、はいはいはい、その、正方形みたいな形にしたやつを、濡らして、ポストイットみたいな感じになってるってことね。当てて、当てて、だから、こうしてるってことだよ。挟んでるってことだね。挟んで。当てて、こう、挟み込んでる。それ大変でしょ、お尻にその濡れティッシュ挟んで、うん、上は親知らず抜いてるから、どんぶりの。いやいや、抜いてないから。十何年前、どんぶりの話は。両方切ったら多分死んでたよ。両方は耐えられないっていうから。上も下も地獄よ。女も。上はないのよ。下だけなの。挟んでやってたんだけど、なんかもう効き目が、気のせいかもしんないけどね。なんか、まあ、なんか、効かねえなと思ったからさ、もう冷蔵庫行ってさ、氷をさ、二つばかり持ってきてさ、それをさ、そのティッシュにこうさ、
やってさ、こう氷をこう当ててたの、お尻に挟んでた。そうそう、2つが限界だったね、うん、3つだとこう落ちちゃったからさ、あ挟まんない、そう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 、こうね、うん、うん、間の、はいはいはい、溝の関係でさ、うん、2つがこうやって待っててさ、うん、氷を挟んで、氷を挟んでこう待ってたのよ、うん、したらまあやっぱ来るんだよね、うん、その15分20分でまた行ってさ、何回か、うん、んであれなんだろうな、出ない時もあったりするんだよ。ああ、もうね、うんうん。なんだよ、これ。ケツ痛いだけじゃねえかって回があったりとかしてさ。そのために取るんだもんね。取るんだよ。そうそう。で、またさ、新しい氷取ってきてさ。使ってた氷は嫌じゃない？なんか自分のやつだけどさ。うん、使用済みのさ。そういうもんなのね。うん、新しいやつんで。で、氷もなんかこうびっしゃびしゃになるし。はいはいはい。ね、うん、ティッシュでこう畳んでもびっしゃびしゃになるし。なんかこう、ね、なんか熱じゃないんじゃないかと思ってきたの。ああ。暑い気はするけど、うん、あの、温度測って多分そんなにここだけ50度になったらしないじゃない。まあ、だろうね。ね、うん、だから、ヒリヒリするから熱を感じるのかなと思って、冷やすんじゃないんだろうなって思ったのよ。うん、なるほど。ね。で、クリームを塗ろうと思ってさ。家にあったクリームが、まあ、いいやつがいいなと思ってね。そう、クミさんが、お風呂上がりに使ってるさ、うん、なんか、すりガラスの柄、なんかこう、ボトルみたいな、なんか、ちょっと良さそうな。クミさんもなんか、ちょっとだけ出して、こう、ブワーって伸ばしてさ、なんか顔全体にこうやってつけてる、多分、高いやつよ。うん、うん、怖いから値段聞いてないんだけどね。乳液みたいなやつみたいな、なんかクリームみたいなやつ、わからんけど、それをさ、こう、プッて取ってさ、うん、うん、こう、人差し指、人差し指でこうやってグーってこうさ。それがしかなかったの？その、クリーム状のものが。いろいろあったんだけど、うん、それ、だから最高級行った方がいいな、段階踏みたくなかったから。これダメだったら、上とか。うん、オンラインとかじゃダメなのか。いやー、ヒリヒリするんじゃない？そうか、そうか。うん、いや、あったよ、あったけど、うん。もっとヒリヒリした。そう、それがダメだったらもう諦めるっていうところ、最高言っときたいじゃん。ヒリヒリしたくないんだもんね。うん。うん、それだったらもう絶対いいやつだから、そこ、人差し指と人差し指合わせてこうやってグーって、まあ、こうしてさ、うん、で、こう、ピタ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 ってこうね。お尻に。お尻につけてこうやって、またこう、待ってたのよ。うん。したらまあ、まあ、いいわけ。へぇさっきよりも、氷よりも、濡れないし。で、今度から袋に足されるかもな。クミさんの激辛対策袋にハリウッドセミのクミさんもお尻塗ってるかもしれないですね、うん、塗ってないわ春日の見えないところピタピタピタってそうそうそういや塗ってないわ顔にしか多分塗ってないと思うよ、うんうん、それ塗って待っててさでそれで、まあ、しばらくは良かったのよ、うん、だけどさやっぱこうだんだん効かなくなってくるのね、うん、なんかやっぱ痛いのよ何回もこう当ててってやってるからなんだろうけど、うんうんで、これがダメだったらなんだってぐーっと考えたの。うん、したときにさ、多分皮膚が、なんかこう、何回もこうそこがさ、使われるから、うん、なんかこう、荒れてんのかなと思ってさ、はいはいはい、荒れて痛いのかなとか、うん、あと乾燥とかして、水当てて拭いて、水当てて拭いてってやってるから、うん、乾燥してんのかなと思って、リップクリームなんじゃないかと思ってさ、うんうんうん、ね、うん、リップクリームを、家のやつをこう、塗ったのよ。リップクリームを。あ、お尻にリップクリーム。お尻にね。それと、うん、塗れるもんなの？いや、全然塗れるよ。こうやってやってさ、こう、ね？なんかこう、しゃがみ込んでさ、うん。で、塗ったらさ、まあ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 、よかったのよ。うん、ね？で、よかったんだけど、なんかこう、なんか、残ってんの。リップクリーム。その表面のところは痛くないのよ。うん、もうね、うんうん。だけどなんかこの、奥が痛いっていうかさ。はいはいはい。その出口よりもちょっとこう、奥入ったところが。うん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 。なるほどね。なんか痛いのよ。はいはいはい。はいはいはい、表面はもう大丈夫だわ。はいはいはい。奥が痛いからさ、うんうん、どうしようかと思ってさ、うん、リップクリームをさ、ちょっとこう、差し込んだのよ。うんうんうん、ね先を、うんうん。したらさ、幾分、こう、良、うん、くなってさ、うんうん、ね、その、なんつうのかな、感覚もちょっとさ、うんうん、こう、何、飛ばせるというかね、はいはいはい、なんかこう入ってる感じがするから、うんうん、ちょっとその、別に気持ちいいとかじゃないんだよ。リップクリームを、うん、が入ってる感覚もあるから、うんうん、で、その、モイスチャー成分もあるじゃない？うん
はいはい、リップクリーム。そうそう。で、そのリップクリームを結構いいやつを使ってるから。でも最高級でいきたいと思って、家にあったクミさんのブランド物のやつをさ、入れてるわけよ。んで、2年前ぐらいにさ、これでも話したけどね、おかしなロケがね、あってさ、おけつにね、覚えてるかな、ああ、言ってたよね。バイブレーションをこう入れて、みんなで街ロケするっていう。いろんなとこ行くっていう。ロケをやってたからさ、ある程度こう行けるのよ。で、それ、リップスティック？リップスティック、全部は入れないよ。もちろん、そら。どのぐらい入れんのよ。どれぐらいかな、これぐらい。ああ、半分ぐらい入れてる。半分まで行くかな。センチ。でもそう考えると、その、この、回して出す方は、お尻から出てるってことね。だそれ出てなかったら、こう、取り出せなくなって、ずるっといっちゃう怖さあるじゃん。そうだよね。座薬みたいに。いや、だって、それはわかるよ。だって、回すところまで入れてたら、もう、別に、それは入れにかかってんじゃん。その、炎症を沈めるとかじゃないじゃん。そう、それは、そこは冷静。それはなんかもう、うん、持ち歩こうとしてるもん、リップスティックを。ケツにはめてる。そこまでは行ってない。行ってない。うん、だから、その、ちょっと、中のちょっとしたところが痛いから。はいはいはい。うん。そこに、そう。ちょうどいいのね。それをこうさ、入れながら、こう、うん、回しながらさ、うんうん、こうやって言って、ね、探ってったらもうこれ1センチぐらいだったのよ。うん、はいはいはい。で、これをこう入れながらさ、うん。で、こう、待っててさ、うん、便意をね、うん。で、来たと思ったら、ばーっと行って、うん、こうスッと抜いて、あリップを。そうそうそう、落として、うん、まあ、やってたのよ。うん、したらもう、夜が明けてきてさ。ちょっと、なんなんだよ、この話。なんで、今のタイミングの夜が明けてきてさ。そう今の、その、夜が、表現として美しくない？その痛さが解消されたのと、ね、それねちょっとね初めてで、ねうん、あのねなんかね、うん、いやなんか面白くはないんだけどなんかつまんないわけでもなさそうだなっていうよくわかんない話なんだよね。どっちなんだろうこれ。面白くないのかな。そうじゃないような気もすんのよ。夜が明けてきて。で、リップスティック、ケツに差し込んだまま夜が明けてきてって、いいっちゃいい気もすんのよ。なんか、なんか、お前のその、なんか、自信のなさが伝わってきてるからかな。おう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 、それで。悪くない気がすんだけどね。湯が明けてきて、うん、その腹の痛みも収まってきたというね。そう、まあ、そういう話よ。つまんねえな、お前。あ、いいタイミングだね。うん。いいタイミングだよ。リトルトゥースだから。さすがだね。うん。いいタイミングだったよ。オードリーのオールナイトニッポン。いきなり助けてもらってる。ニチレイプレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー。冷凍食品をレンジに入れてチンするまでの時間、我々が聞きたい質問をリトルトゥースに答えてもらうコーナーです。春日、現在のテーマは、春日がボケる世界線のオープニングトーク文字起こしです。もしも春日がちゃんと振ってボケるという世界線が存在した場合、この番組のオープニングでどんなボケを放ってくるのか、文字起こし形式で送っていただきました。ラジオネーム。オレンジ色のラガマフィン。いや、若林さん、見ましたか？ついに放送されましたね。いや、俺も見たよ、金スマでしょ？ IKKO さんのメイク術すごかったですね。いや、先週のじゃねえか。言ってもおかしくないんじゃない？これ。いい、やれそう。これぐらいがいいね。これぐらいがいいって何なの？その濃度として。振りの濃度としてさ、うんうんうん、明らかにこう言ってやろうって感じじゃないじゃん。うんうん、普通、なんか自然じゃない。会話が見ましたかっつって、うんうん。だけどその番組はこう引き出すみたいな、ね。もうちょっと、でも、うん、タイプによるかなんか、IKKO さんのメイク術すごかったなーってなんかね、熱苦しい。
熱苦しい。なんか、一個さんのメイクのやつやってみたのよ、うん、俺もそれで、とかぐらいね、来てほしいわ。ああ、なるへそ。めっちゃステルスな感じで来てほしい。ああ。熱苦しい、なんか。その、なんかボケてますっていう。一個さんのメイク術やってみましたけどもね、と言われたらね。うんうんうん、まあまあ、そうなんだろうけど、とか言っちゃいそう。いや、突っ込め。突っ込んでくれない方、恥ずかしいじゃないか。突っ込みお願いしますよ。ラジオネーム。これいけると思う。あ、そう。ラジオネームウエスト君。この前の休みにね、クミさんとどこか出かけようかなっつってね。うん。準備をしてたわけですよ。うん。そんで準備ができたら、クミさんが家出ましてね。私もその4分30秒後に出発しましてね。いや、ワイナイナか。いや、これは難しいって。それちょっと、春日と買いかぶりすぎてるよ。それは難しいって。難しくないと思うよ、俺、これ。いや、そう？うん。行くぞって感じするじゃん。ボケるぞっていうさ。ちょっと長いよね、準備をしてたわけですよ。そんで準備ができたからっていうのが。うんうん、ああ、まあそうだね、うん。その時にもう緊張して噛んじゃいそう。この後ボケなきゃいけないんだ。と思って、ちょっとそう、そこを短く したいね。してもらいたい。うん。うん。そのポイントの前はね、短くしてもらいたいね。はいはいはい。うん。長台詞はやめてほしいってこと。そうね。うん。緊張しちゃう。ラジオネーム、刺身忍者。昨日、金スマのオンエアあったじゃないですか。ありましたね。やっぱ非常に懐かしい映像が多かったですな。うん、ああいうのを見てると色々思い出すよな。ええ。中でも M1 決勝直前までローラーシューズ履いて出るか悩んでた話はグッときましたよね。いや、それペコバのやつじゃねえか、お前。でも若林さんは控え室でずっとインスタで女の子見てましたね。いや、だからそれもペコバのやつだろ、お前。あと、タイガさんには本当にお世話になりましたな。いや、それはペコパもオードリーもだろ、お前。突っ込みずれえな、それ。どう？ちょっと多いね。多いってのは何が多いの？いやいや、そう、3つぐらい言ってんじゃん。諦めないじゃん、だって。だから2個やって3つ目はね。まあまあ、そうね。角度変えてんだけど。ダメ。1個か1個半ぐらいにしてほしいね。1個か1個半ってよくわかんねえけど、ボケが。どんどん転がっていくものじゃない だから転がるのは、その、何その、組み込まないでほしいってこと。ああ、そう。それが盛り上がっちゃって転がる分にはいいかもしれないけど、うん。そこ、ちょっと多いな。多い、ダメね。一個だな。ちょうどラジオの文字起こしな感じだけどな。ラジオネーム、ハマグリちゃん。いや、最近、春日の中で来てる漫才師の方いらっしゃいましてね。うん、おい、春日さん、これ、お笑いの話なんて珍しいね。それ、なんていう名前の人たちなんですか、うん、いや、それが困ったことに名前が出てこないんでね。私がその特徴を言うので、うん、若林さんに当ててもらいたいんですよ。いや、ミルクボーイじゃねえか、お前、それ。ミルクボーイっぽく読まなきゃいけなかったか、もっと。いや、でも、カスガが言うんだとそういう感じになるんじゃない？なるへそ。ね、ちょっとやっぱ長いな。そんなにうまく。まあな。言えない、照れが出ちゃうだろうな。もっと一口ぐらいでやっぱり、済ましてほしいな。そうだな。確かに、あと、なんか、ミルクボーイの感じで来られたら、こしゃくだなと思うかもな。こしゃくっていうか、なんか、よくいる人だなって思うかもしれないから、なんか、変な突っ込み方するかもな。はい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 、はい。ちょっと広げてみたり。なるほど。ラジオネーム、ポルコロッソ。若林さん、私映画監督になってみたいんですよね。ん？なんかイメージはできてんの？埼玉を題材にするのは決まってるんですよ。タイトルは、うん、飛んで所沢。いや、規模縮んでるじゃねえか、お前。飛んで埼玉を匂わすのね。はいはいはい。どう？いけそう？ちょっとね、いきなり監督やってみたいとはやっぱ言えないよね。ここがボケだもんな。なんか流れで映画の話になってて、うん、だからもう随分前から作ってもらいたいね。若林。最近映画見たのよ。ぐらいから作って。
うん、で、しばらく10分ぐらい話してから、うん、いや、実はさ、監督やりたいんだよね、うん、っていうぐらいだったらいいけど、うん、うん、若林さん、私ね、監督をと、やっぱりね。あとね、多分ね、うん、このコーナーになってから、こう、すごい送ってくれる人増えたのだけど、ありがたいね。多分なんか、あんまりラジオ聞いてない人多いのかなって、俺が優しいっていう。全体的になんか、あ、そうなの？とか、詳しく聞かせてよ、みたいな。なるほどね。何言ってんだ、お前とか、そういう文字起こしじゃないんだよね。漫才で考えてんのかな、もしかして。そうかもね。どういうことですか？みたいな。になっちゃうのかな、でも考えてたら。そうなんじゃない。普通にやってたら、うん、ケツまでいかないってことね。だってこれ、ミルクボーイのなんて、一体なんていう名前の方たちなんですかとは聞俺聞かないもんな。そうだね。お前何言ってんだとかでね、ずいぶん前で終わっちゃう。潰しに行くからね、結構早めにね。うん。その辺もね。だから今日ので言うと、うん、まあこれ、春日さんが選ぶけどね。うんうんうん、多分、うん、だから、一個さんの、か、なんじゃないかな選ぶの。そうね。多分、一個さんのだと思うよ。お前が選ぶの。一番言いやすいでしょだってこれ。まあちょっとね。一個さんのメイクすごかったなぐらいが。まあ短い方がいいからね。ちょっと一回ちょっと見せてもらって。はいはい、これです。はい。うん。じゃあ、この中から一番いい回答を春日さんが選びます。はぁ、なるへそ。一個さんだな。いや、ボケないですね、やっぱり。いいですね。うん、やっぱリアそうだね。リアルに。うん。俺なんか、そういうこと言ったことないよね。先週のやつだろとか、それ裏番組だろとか。そうだね。うん。もうやっぱ、うん、卑怯だから、やっぱり。やっぱ卑怯、ね。一個さんのは卑怯じゃないよね、でも。その中では、今日の中では。まだマシかな。うん。うん、同じ金スマだしね。うん、うん、うん。はいはいはい。まだマシ金スマじゃなかったらもう卑怯。卑怯だね。嘘になっちゃうから。嘘になっちゃうし。勘違いまでの範囲で。金スマにも悪いしさ。いや、悪くはないと思うよ。うん、なるほど、ね。そうね、これぐらいかな。おめでとうございます。今月のプレゼントです。焼きおにぎり10個入り。特から。今川焼きカスタード。お弁当に行く！パリパリの春巻き以上の4種類入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発想を持って発表に返させていただきます。来週もテーマは変わらず、春日がボケる世界線のオープニングトーク持ち起こしです。メールアドレスは kw@allnightnippon.com 日例の冷凍食品をお送りするので、住所を名前で、そして電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。チェヒロシのコーナー、放送作家チェヒロシの考えた企画やってみます。ヒロシも忙しくなってきてね、もう。そうだ、ガイアの夜明けとかできるわけねえだろうがよ。絶対わかんないだろ、企業のことなんかとか。企画がね、ピンクパンサー春日。春日さんが全裸になり、金玉の皮の中にライトを隠し、スタジオの外に出ます。スタジオの電気を消し、ピンクパンサーの曲を流します。若林さんが丸めた新聞紙を持って暴れていますが、春日さんがピンクパンサーよろしく、こっそりスタジオに忍び込み、ライトをブースの奥に置かれた洗面器の中に入れられたら優勝です。失敗したら背中にビンタです。なんか、まあ、さっきのトークゾーンとこう、リンクするんだけど、こんなことしてるんでいいのかなとは思うんだよね。いい大人になって、なんか、平気でドロップキックとか昔はしてたけどね。今はなんか春日にそういうことしていいのかなとか思っちゃいますけど、ね。それは別にいいんだよ、して。うん、していいとかしなきゃダメなのよ。ダメなのかな。うん、それはね、うんうん、ピンクパンサー春日はどうかとは思うけど、そういうところとは別だけど、うん、なんでピンクパンサーなのかな、急に。よ、見たのか最近。何周年とかでもないのにね、うん、安藤美希さんは家で家族と英語で喋っているらしい記念。何の記念なんだ。イングリッシュ春日。
こんなこと言わないでいいだろ別に。なんで記念なんだよそれで。春日さんが全裸になります。若林さんがキンキンのペットボトルを春日さんのいろんなとこにぶち込みます。好きだな、キンキンのペットボトルな。春日はぶち込まれた場所を、春日さんな、英語でなんていうか答えてください。20秒間間違えなければ優勝です。失敗したらビンタです。いや、こんなことでいいのかなと思うのよ。なんか、だから、まあ、耳だったらいいや、口だったら、マウス、みたいなことですよね。全裸になって。間違えなかったら優勝ね、はい。早いテンポでやってもいいってことで、いろんなこと。じゃあ、これやりましょうか。安藤美希さんが、お家で喋ってる。じゃあ、これ、春日が全裸になればいいのね。それはもう大体そうだろう。うん、毎回そうだよ、書かなくてもいいぐらいだよ、全体でいます。いろんなとこに入れるっつっても何箇所かになるな。脇とかでもいいの？じゃあ脇とかでもいいんだ。脇英語でなんて言うんだろう、ね、なんて言うんだろうな、なんですかね。でもそれがでも、チャレンジになるのか、はいはい、20秒でしょ、しかも20秒ね、はい、はい、で、これはもうこの状態で始めていい。用意スタートみたいな。あ、じゃあ用意スタート。用意、うん、うん、あ、もう大丈夫ですか。大丈夫、うん、用意スタート。アナオ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 、違うとこもやれや。アナオ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 マイアナオ成功です。違うとこも、違うとこをぶち込めよ。いや、出てて、じゃねえんだよ。そっちの方が間違えるかなと思って。間違えないよ。いろいろなんか用意したショルダーとか。間違えてたよね、でも。間違えてないよ。でマイアナルって言ってたけど、クミズアナルだから。いや、マイアナル。あっさっ。なんでピンタされないっけ。マイアナルだろうがよ。いや、クミズアナルだから。クミズ今や。いや、今はマイアナル、家に帰ったらクミズアナル。あ、有吉ゼミズアナルだから。さあ、参りやしょう。中村がもう泣いてるけどな、この深夜目を触れて。急振りしてから。泣くようなことでもないだろう、だって。まあ、泣けやっていうのもあるしな。うん、いや、泣いてたらやばいでしょ。確かに。うん、ラジオネーム4人家族。おい、アンガールズ田中、チンコがデカ可愛いこと信じられないぞ。あ、キモ可愛いって言われてでかいしね。可愛いんだなというね、うん、ラジオネームピロシキ。おい、南原清隆、月曜ヒルナンデスで試食すると金曜ヒルナンデスまで腹いっぱいなこと。死んじゃめんでぞ。細いからね、食が。センズみたいな話になってたね。というね、ラジオネーム TJ ドラゴン。おい、アルコ&ピース開こう。もしも透明人間になったら、まず最初に酒井の家に行くこと。死んじゃめんでぞ。まあそうだろうね、あの二人がやるんだったら。というね、うん、昼間出てたけどね、この間日本放送に。僕ショートスリーパーなんですよって言ってた。ラジオネーム野球ホースマン。
おい里崎智也、ショートバウンドを止める時の姿勢で自分磨きすること。死んだもんねぞ。なんとなく姿勢が膝ついてね、後ろにこぼさないようにしなきゃいけない。せめて前にっていう。あというね、ラジオネームドリンクバーメモリー。おい佐久間信之、もう少し固くとチンコにカンペを出すこと。おかしいでしょ。死んでもいいぞ。人格は一緒なんだから。指示に出す場所じゃないというね、うん、ラジオネーム服部三世。おいトータス松本、イエーイと言って行くこと。死んでもねえぞ。最後シンプル。オードリーのオールナイトニッポン、日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日礼以上各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局なんとお送り。それあのうん、まあヒロシのコーナーであんだけアナルで連呼したからかもしれないけど、 さっきのアンナールズ田中って言ってなかった、ね、言うわけないでしょ。アンガールズ、ちょっとここでチャレンジするほど自信ないから出さないけど、フラッグアンナールズなんて言わないでしょ。アンナールズ田中って言ってたような気がするな。だってそのメールを読むんだから、流れで話したらね、うん、そのアンナールズいっぱい言ったからアンナールズって言ったかもしれないけど、うん、読むんだから。ちょっとチャレンジやめとくわマジで。ちょっと自信ない、なんか、うん、一瞬思ったんだよね。アンナールズアンナールズ田中って言ってんなと思って。言ってないでしょ。若林さんがちょっとこのね、うん、アンナールズに引っ張られて。あごめん、じゃあチャレンジしね。うん、自信なかったわ。もうだからリスね、リトルスはそのセルフチャレンジしてもらってさ。確かに確かに。ラジコだから聞いて。うん、今はしないみたいな気してるけど。うん、だからちょっとちょいっぷすでしたね。やっぱヒロシのコーナーはやっぱり、まあ、ワンちゃん可愛いとか。クイズ真面目に答えて料理のこと言ってきて、急に俺キンキンに冷えたペットボトルを全裸のおじさんのあるに打ち込み続けるって合わなかった、なんかね。でもねだからね、あるよ、あのラジオ土曜日、うん、日曜の昼収録とかの時なんか変にとんがっちゃってんなみたいな。だからなんかそういうここまでなんか引きずんのかもね、チャンネルをその自分の中の。はい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 、続くと、うん、面白いこと言わなきゃいけない番組でも、うん、言っちゃってすんのかもね。なるほどね、うん、切り替えが難しいってことね、かもしれない、ね、引きずってね、うんうん、別にそのせいじゃないと思うけどね、まあ、ヒロシのコーナーは、うんうん、なんかあの中村 D は、うん、リトルトゥース出身のディレクターで番組初となる。本当だよこれ。あ、そうなの？ラジオネーム鼻からボタモチで番組にメールも送ったことあるんだって。へえ、読んだことあるのかしら。読まれたことはない。あ、ね、何のコーナーに送ってたの？ヒロシのコーナーに。ヒロシのコーナーに送ることないだろう。だって募集一回募集した気があった。それに送ったら唯一。いや他にもいろいろ送るコーナーあるだろうよ、いつもやってるコーナー。さすが平成生まれだな、ボタモチ。ヒロシのコーナー送ってきてたんだ、ボタモチ、お餅がね。どんなの覚えてる？お餅が？お餅がさ、お餅送ってきたら、うん、花ボタが、花ボタが、花ボタどれ？ああこれその時のやつ？あ残ってたんだ。うん、森脇さんのやつだ。そうだ。ああずいぶん前だね。本当だ。あいくつか送って3つも送ってきてんじゃん。だからボタモチめっちゃ送ってきてんじゃん。三つも。森脇さん朝ですよ。コーナータイプ。うんうんうん。うん、森脇さんに対してモーニングコールを行うコーナー、うん、実際にってこと。森脇さんに電話してた時あったもんね。あ今日もトイレに行ってたんですから、はいはいはい、これから走るんですよね。あ、うん、IKKO さんの
ことやってた頃だ。え、何ですか。バカ野郎じゃない、どうも一個でした。意味わかんねえな。その割にはもうあれだね、ボタモチは全然緊張してなくて、今日びっくりしたよ、さっき深夜目のコーナーでもうすごいドライな声で、次ラスト、待機だ ね、ボタモチ、次ラスト言ってたよな、おかしい、そうね。おかしいね、スムーズにね、滞りなく進行したな、ね、石井ちゃんもなんか今なんかこうかなんかね、うん、後ろでもう見てると思う。まあね、一応ね、俺だからボタモチのことを気使ったんだからね、あのアンガール、アンナールズ田中のチャレンジしないのは石井ちゃん言ってたから、うん、チャレンジってなかなかできないですよ、できるかな、あ、そういうことすぐにはパッとやっぱできないんだ、石井ちゃん言って結構何年、ね、まあチャレンジまで D で2年かかる。なるほどね。なるほどね。じゃあチャレンジできたら大したもんってことだな。2年だな。頑張れな。チャレンジで見るからな。一人前かどうかを。なかなかいないもん、ね、やっぱチャレンジ1年目でできるやつって。パッと。パッとはいないから。今後ですよね。ということでミフィちゃん。この後また夢でお会いしましょう。アディオス。